これはどうもお前宛てらしいぞ、タクミ。宛名はパンダトレノ様となってる。送り主は高橋涼介だ。挑戦状だぞ、ダウンヒルバトルの。ついにその男が動き出した。群馬エリア最速の男、赤城の白い彗星高橋涼介。どんな相手が来ても本気を出さないで勝つと言われるストリートのカリスマ。いつになくバトルのことを意識してしまう匠だったが、でも挑戦されたからといっても相手しなきゃいけない義務はないんだから、嫌なら無視すればいいでしょ。嫌がってるわけじゃねえよ。勝てるかどうかは分かんないけど、逃げる気は全くねえよ。そうな顔してるけど、根はすごい負けん気強い性格なんだよね。さまざまな思惑が行き交い、高橋涼介とのバトルを決意するタク。噂は瞬く間に走り屋たちの間を駆け巡った。赤城の白い彗星と明菜の八郎、壮絶なダウンヒルバトルがいよいよ始まる。必ず来てくれるとは思ってたけどな。その若さでよくあれほどのテクニックを身につけられたものだ。つくづく感心させられるよ。俺はただアキナの道路を人より多く走ってる分慣れてるんです。特別なテクニックは本当は何もないんだ。自分のことを自分でも分かっていないようだな。お前は面白い。いずれゆっくり話してみたいぞ。始めるか。楽しい夜になりそうだ。
しても気になってることもあるんですよ。俺が追いついてくるのを待ってたのはなんでですか？俺がわざと後半ペースを落としたと思っているのか。そいつはとんでもない見当違いだぜ。お前が自分でペースを上げたんだ。俺はフロントタイヤが怪しかったけど、ペースダウンを最小限食い止めたつもりだ。俺は俺の方が早かったとはそんな風には絶対思ってませんから。今までいろんな奴を見てきたけど、お前みたいな奴は初めてだ。お前いい奴だよ。気に入ったぜ。小さなステージで満足しないで、広い世界に目を向けていけよ。また会おうぜ。